あマイク渡されたんですけど、ジャンギー DJ ようわからんけど、俺わかる人いないの、ジャンギー使い、ジャンギー使い、タコ様以外いない、 DJ 使いもヒロアさんはいる。お、ちょっとすいません、長州さん、僕とちょっとタイマン後でしてくれませんか。あ、安倍民対長州の予約が入りました。ただ僕もう行っちゃうんで、できれば早めに長州さんお願いします。まあ、とりあえず、今やってんのは、はい、タコ様とゆうずるさんですね。はい、こんばんは。はい、まあ星ぐらいはカウントする係ぐらいはやりますよ、さすがに。01です。これちなみに何本何本みたいな、はいはい、あ、5先をやってるみたいです。で、入れ替えはしない、しないみたいです。5先をやって、はい、特にステージもなんか最初のステージからやりましょうみたいな、はいはい、まあ、ちょっとここいる人たち聞こえてるかどうかわかんないですけど、ただゲーできるチャンスですよ、とりあえず。ああ、いいですね。 あんまり僕好きじゃないですけど、ちょっとまあ、やれるチャンスですよ。残るのでやるのはいいと思いますよ、うん、そうですね。まあちょっとこれ、まあ誰かがまた YouTube とかに上げてくれる可能性もあるんで、はい、いい材料になると思いますんで、やるチャンス、そういうのいい機会だと思います。苦手な組み合わせ、やりたい組み合わせ、何でもかんでも。とりあえず次は長州アベビンで行きましょう。そう、その後出かけちゃうんで、また、うん、これが最後の長州さんとの、これが最後の、はい、年金対決。なるほど。おお、うまくズームした。これこの前大西さんの DJ と、あ、はいはいはい、鈴木さんのジャンギやってたんですけど、おなかなか見応えありましたね。大西さんちょっとベガがやっぱりジャンギ戦うまい印象ありますけど、あ、そうです、ね、DJ も強いと。 DJ も強いし、おマシンガンもこう、なるほど、いけるんで。ジャンギ戦はじゃあ全般的にやってたんですか。やってますね。誰とやってたんですか。はい、誰とやってたんですか、大西さんって。ザンギって、ザンギ一通りやってました。あ、ただ面白いのが、はい、ベガでフォークもそうなんですけど、はいはい、ザンギ相手にもダウン後めくりに行くんですよ。あー、ガブラリがこう入らないっぽいとこで、はいはい、そう、あそこ行けるか行けない人っていうのは結構そこでキャラさじゃないですけど、まあ、ザンギが、はい、有利な時はあれで行くしかないかなみたいな。なんかフォークだったら分かるんですよ、めくるかめくんないか。多分ベガの中でも議論分かれると思うんですけど、ザンギめくるんだってちょっと今ザンギ、ね、相当リスクはある気がします。そうですね。ああ、なるほど。でもダブラリで潰されてんのあんまり見たときないんで。ああ、じゃあ分かってるんですね。停止位置をちゃんと押すみたいな。大キックとか早出しを出しで、はい、これ僕たちこっち見なくていいのかな、そういうの。はい、ゆうずるさん頑張って。ゆうずるさんは最近ご存知かは分からないですけど、結婚いたしまして。ああ、いいですね。なかなかちょっと、はい、お話を聞くと、はい、やっぱりゲーセン来るのも一苦労みたいになっちゃったみたいで。どうですか、こうご結婚されたっていうのは、まず窮地の中としてはおめでたいですか。あ、おめでたいですね、単純に。まあさ、今ちょうど奥さんが見てらっしゃるんでしょうか。3連勝です、はい。ゆずくん真面目ですもんね。うん、真面目ですね。お、チュンリーにカーソルが、やっぱりザンギ。まあなかなかちょっと家庭持つとゲーセン組むのが難しい、はい、ということ で、ね、まあ言うてもまあ結婚する前から週1ぐらいだったペースは来ますけど、来ますけど、はい、ここから出していく、うん。これどっちも難しいですよね。まあ、なんか聞く人によってダイヤ変わってますしね。個人的によく聞くダイヤは、はい、ザンギ B 有利なんですよ。ただなんか、はい、チューブのプレイヤーとかにすると、はい、まあ、なんかだいぶ圧倒的に DJ じゃないかという人もいますし、ちょっと、まあ、よくわかんない組み合わせですね、これは。まあ、どこどこでね、いいのかなって思いますけど。なんか基本は DJ 強いけど、ザンギはネタでちょっと行けますもんね。いわゆる農作業だか農業とか
名前ついちゃったらありますね、はい、あれ仕込みっぽい、ここからこれね、うん、農業の逆読みでダブラリなんですけどね、あーあれ何にもないのかな、うん、あ、いいよ、うまいっすね、うん、あ、こちらもいいよ、はい、あれあ、なんかその前に阿部敏さん対長州さんが予約が入ってます、あ、はい、だいぶ長丁場になりそうだし、僕個人的には瀬尾さんの試合見たいけど、瀬尾さんやる気なさそうだな、瀬尾さん、おー台形めくり、とりあえず3の1、はい、はい、あ、僕さっきの試合やってたんですけど、ニカさん対どうでした、ニカさん対僕ですか、はい、じゃあこれは1回負けたから5、1か、はい、そんな感じですか、まあ、ちょっと負け方もちょっとぶっちゃけ嫌な負け方したんですよ、最後多分、はい、4連勝で終わったんですけど、その5戦目でちょっと人読み入りだして、ニカさんが、ちょっとそこで負けたんでちょっと空気は悪かったんですけど、まあ、それが、まあ、本ちゃんは1ヶ月後なんで、はい、その読みがどう変わるかっていう感じですかね、とりあえずここからみんな頭を使ってまた反省と練習と、まあ、僕はちょっとここでまた練習して頑張ります、佐藤、はい、も本当こう勉強熱心な、いや、あんまそういうつもりはないですけど、いやもう本当に、いや、まあチュンリーなんで勝たなはあかんっていう、それだけで頑張ってます、でも逆にあれですよね、バイソンもバイソンで他のキャラに勝っといて、チュンリーには勝てないっていうのも良くないですよね、まあ、そうだと思います、多分一番辛いんじゃないですか、ね、まあ、確かに辛いとは思うんですけど、バイソンからしてみたら、今3-1でゆうずるさんが勝っておりますよ、さあ、まあさすがに経験値はね、はい、ゆうずるくんのが上なの で、ね、でザンギともやってたので、宇都宮時代を TMS ザンギとやってたはずなので、あんまその試合見たことないですけど、うまいっすよね、そうですね、だいぶ、はい、特に僕が宇都宮離れた2011年以降とかからだいぶさらに成長しちゃって、同期戦とか多分地獄だと思いますよ、なんか深谷にもちょろちょろ来てるような、あ、そうなんですね、感じだと思うんですけど、おーっと、よく出た、これでリーチ、リーチ、リーチ、全くすいません対戦内容わかんないんで、ダベってるわけになってる、まあ、まあ見てる方が一番ね、よくわかってらっしゃると思うんで、うん、はい、はい、さあ、これでそのまま、おっとすごいな、今、あ、今よく割りましたね、おっと、さあ、1、2、3、4、5、でも今タコ様スライディング見てからギリギリまで歩くみたいなのがちょっと、すげえと思いました、あれ、吸えたらやばいんじゃないかな、あれ、あれ、そんなゲートができたらやばいっすね、そんなゲートができるかは置いといて、歩けるのはすごい、あ、こっからは、お、あ、これ端はちょっときついんじゃないの、うーん、どうなんですかね、まあ、あんまり固めに行かないで安全に逃げればいいですからね、体力取ってるんで捕まるのが一番よく、対空完璧、さあどうかあった、焦っちゃいました、じゃあ僕5-1ですか、5-1でゆずるくんの、はい。